漂白の詩人芭蕉と奥の細道第五回は野ざらし気候の旅深川に陰性して新たな配布を模索していた芭蕉は上京元年1684年41歳の秋8月ようやくイメージしつつあった新たな文学的境地を 日々新たに繰り広げられる新鮮な経験の中で実践すべく旅に出発します。翌年4月まで続いたこの旅について場所は一片の気候文を綴ります。その気候文は冒頭の句にちなんで普通野ざらし気候と呼ばれています。その冒頭の句とはこうです。 千里に旅立ちて道かてを包まず参考月下無課にいるといいけん昔の人のついにすがりて上京気のえね秋八月交渉の破屋をいずるほど風の声そぞろ寒げなり野ざらしを心に風のしむみかな全文は掃除の千里に行く者は 三月、漢詩集高古風月集の公文和尚の祝、道糧を包まず笑いまた歌う参考月下無下にいるを踏まえています。無下は宗詩の説いた無為自然の理想郷向の里のことです。 前文の意味は、こうです。「食料の準備に三月も要するという千里の彼方へ旅立つにあたり自分には道中の食料路銀の用意もないその昔中国総大の光文和尚は天下太平の世には食料の用意がなくともち道ち施しを受けながら安楽な旅を続け 深夜でも追いはぎに襲われる心配もなく月明かりのもと無意自然の理想郷に入っていくことができる」とかえいじた個人の言葉を心頼みとしてまあまあよなんとかなるだろうと上京元年の秋八月徒歩の寒化騒動を気取ってきた隅田川のほとりのあばら屋を出発する折しも秋風の声が思わず鳥肌立つような感じで染み通ってくる。 野ざらしを心に風のしむみかな苦の野ざらしは野にさらされたしゃれ神戸「心に」は心に騎し心に風のしみと上下にかかっています季語は身にしむ秋風の冷たさだけでなく人生の儚さ悲しさの思いまで 身にに深く染みるるように感じることです。以野ざらしとなることを心に決めて旅立つ身であるがその心に檻からの秋風が冷たく染み通ってくるのをどうしようもない我が身であるよ場所は一方で昔の中国の禅僧の言葉にすがり心の中では「 道中のたれじにすることを覚悟して、そうなれば、不安も恐れも抱く必要はないはずです。しかし一歩外に出ると、秋風の冷たさとともに、人生の諸々の哀れが、どっと身に染み込んできます。つまり、感覚の世界では、観念の世界での覚悟を裏切って、その冷たさ、悲しさに耐えられない、という観念と、 感覚のギャップが顔を覗かせているのです。野沢四季公は、そうした観念と感覚との溝を旅をすることによって埋めようとして、企てられたものであるようです。日本の風土、それもシーカの道の先人たちが、古来その風土の美を讃え、数々の歌を読み残してきた、 その日本古来の風土の美の世界の中に実際に自分を置くことによって観念とと感覚のギャップを解消ししようとしたわけですそうすることによって新しい徘徊の境地を開こうとしたのでしょう。では代表的な句を通して場所の格闘の様子を見ることにします。まず「富士川のほとり」という設定で読まれた句。 「猿を聞く人捨て子に秋の風いかに」「猿を聞く人は」は洋子上流の波溝両岸の断崖に鳴く遠征に旅愁の涙を流してきた徒ホら中国の詩人たちを指します杭は猿の鳴き声に断腸の思いをかきたてられてきた詩人たちを この捨て子の上を吹く秋風の悲痛さをあなたたちはなんと聞くか。箱を藤川に移し替え、いかに、と全門道の呼吸を借りて問いかけています。場所は日本の風土の上司を捉えることで監視分の世界を乗り越えようとしているのです。次は、道の辺の むくげは馬に食われけり前書きに馬上の銀とあります杭は道端に咲く香り高いむくげの花は思いもよらず私の乗っている馬に食われてしまったことだ馬蕉の友人山口祖道は「将風鑑賞大地の苦」と述べています何でもない一瞬を捉えて ホックの新しい可能性を開いた句です。あけぼのやしらうおしろきこと一寸クアナで読まれた句です。しらうおは、春の記号ですが、これは冬の句です。クアナでは、しらうおを冬一寸、春二寸といい、しらうおしろきこと一寸が記号になっています。句の意味は、 夜明け時分の薄明かりの中今すくい上げられたばかりの白魚の白く透き通った死体はわずか一寸尾形伊功はその一寸の美が冬の行安の天地を占有するかのようだと評しています「海暮れて鴨の声ほのかに白し,ろし前書きは 海辺に日暮らして、杭は日が暮れて闇に包まれようとする中耳に届くカモの鳴き声がほのかに白く感じられるカモの声聴覚を白し、視覚と捉えた共感覚俳句です。共感覚とは、一つの刺激によって、 それに対応する感覚と、それ以外の他種の感覚とが同時に生じる現象のことです。白しは、監視の伝統の上に立った、成長な寂しい情緒です。この句は、五、五、七の八句、ほのかに白し,し、鴨の声、を、鴨の声、ほのかに白し,し、と、 波長にすることで鳴き声を含めた海全体がほの白い透明感で包まれることになりその効果のためにあえて場所は波長を選択したのだと思います春なれや名もなき山の薄霞前書きは奈良に譲る道のほど、杭は 春だな名も知れぬ山々に薄く霞がたなびいているこの区の眼目は和歌に読まれた生駒山家具山などの霞ではなく名もなき山を取り上げたことです場所は名もなきものの中に美を見いだし始めているのです「山時期て何やらゆかしすみれそう」 前書きは大津に譲る道山路を越えて杭は山路を越えてきてふと路傍に見つけたすみれの花何やら強く心ひかれるものがある路傍に咲く花への名状しがたいまま何やらゆかしと率直に表現した点が画期的とされます山口騒動は 山地木手の墨霊道端のむくげこそこの銀行の秀逸なるべけれと表しています唐崎の松は花よりおぼろにて前書きに湖水の長簿とありますが大津からの琵琶湖の長簿です唐崎の松は琵琶湖のほとりの唐崎神社にあった巨木の松で 万葉集以来の歌枕として著名な松です杭は「唐崎の松は背後の桜の花よりもさらにおぼろに霞んで趣き深い」「二手止め」は門人たちに物議を醸しましたが余韻を残した終わり方はすべてがおぼろな古眼の描写に適合して秀逸・ とされています以上野ざらし紀に収められたいくつかの俳句について見てきましたが場所がいかに新たな俳句を求めて試行錯誤を繰り返していたかがよくわかります。